ガバガバってことだけ禁止で、ガバガバ世界旅行が聞かれてるって、ガバガバだけ禁止で、ガバガバ禁止で、いやーどうもどうもどうも、シュワイド、タシュワイド、ミナルト、サザエでございます。やっぱ我々ね、日本語が、母国語でございまして、はい、日本語を喋ってるわけなんですけども、知ってます、はい、はい、まあ、僕なんかは日本語難しいなと思いながら日々生きてるんですけど、日本語で遊びたいなと思いまして、外行って、外行って、外に出て、あ、見てください、このタイトルコールの途中にそこに出会いだった。どこにジャンクションあんだろう、ね、そう、後ろに書いてください。これ本あるでしょ、ご順位表ありますね、はい、足つねほ、はい、この人は国籍を剥がしてくださいどういう日本語これは今から2チームに分かれて街出て見つけたもの写真撮って、はい、りょうさんに送りますと、それを見てりょうさんが何て言うか、でその言った最初の頭文字の音を50音で待っていくと、どんどん2時間以内で、どっちのチームが多く50を取れたかって勝負をやっていくんですが、はい、どんどんねパッパッパって無限に送れちゃうんで、うん、それちょっとなんか大変だなと思って、例えばね俺はパッて哲也写真送って、りょうに送るでしょ、まあ、哲也って答えるじゃない、うん、そしたら送ったチームは3分動けません、文字数の方ですね、うん、だから連チャン防止だ、うん、これあのかぶりとかはかぶり頭使って考えろ、あるわけねえだろ、はい、こんなルール説明ある、あ、じゃあ採用されなかったらもうりょうくんが採用されませんでしたって言ってくれるの、言ってくれますよね。目打ちの写真と私物はなしにしますか、チームを決めましょう、はい、はい、あ、チームそうですね、グッドパール、あ、チームってる、あれここだよ、グッドパしたじゃん、まあ、そこもガバガバってことでねガバガバ、まあ、ガバガバで、ガバガバな50音旅行で今日は、はい、その言葉だけ言うなってその言葉だけ言うな、ガバガバ禁止、ダメだ、グッドパーで合わせダーン、あ、ここダーン、そうですね、よし、それじゃあどちらが多く取れるか、よーい、スタート。1施設に1枚までの写真としました、まあ、スーパーとかでね、いろいろガーって買って送ってを繰り返しになっても面白くないので、そのルールを追加して別都市金チーム、芝夢銀チームにしました。これをこう埋めていく感じにします。さあやってまいりました、チームてん、今回のルールだとやっぱ2文字以内でいきたい、まあ、そうね、うん、ここどう、ここ、土か草か苔か、苔、苔、苔いくか、苔いきますね、あー、ええやん、早っ、よう油断しちゃうんじゃない、あ、記憶、お、早い、鉄都市チームからこちらは苔ですね、ということで鉄都市チームは2分間写真が送れなくなりました、苔が埋まりました、苔来ました、すごい、やった、2分だとで、この残り1分半、この間に次を考える、そうなんです、凍結、凍結、回答、あ、こんにちは、どうも、また会ったんですね、また会いました、協力してもらえることないかな、なんか自転車長いね、自転車長い、カゴ、カゴ、カゴいいじゃん、カゴいくね、ちょっと聞いてみよう、カゴ、ちょっとお願いがありましてここの写真撮ってもいいですか、カゴの、はい、ありがとうございます、ね、あ、ありがとうございます、ちょっとこれだけです、またまた鉄都市チームから来ましたね、カゴですね、停止で蚊を埋めます、次どこ行くよ、岡崎だからいいかと、ね、あーシビコ、シビコか、和菓子屋とか行ったらめっちゃあるじゃん、イチゴライフとか、今文字数えぐいけどさっきから文字数えぐくないっすか分かっとります、ルール3、2、これ2分早いね、1、GO、 はい、シビコ行っちゃっていい、いいよ、いやこの間走った方がいいやん絶対、はい、こちらですね、シビコ、はい、シビコです、じゃ取っちゃいますよ、ややこしいことしかませあるなややこしいことすんなまたまた鉄都市チームから、これはシビコですね、3分止まってもらいます、いやもうあいつら3分スタート取れないんじゃない、だってこれ来るってことは通ってるってことだもん、うん、効果 C ですね、これで今3点、これさ、あーしまったな、あれでしょ、なんか取った言葉で最後作りたいでしょ、ね、貸してやろうか先生、手や、手か、手に取らせてくださいってお願いすればいいんだね、こうやって取ったら手のひらじゃん、これだけど、でも他は何も映ってな い、 いなこれ手、これ手よ、これ手だね、これ手、こんにちは、遠いな、どこかって長崎だって、長崎、
ありがとう。あと20秒ちょっと来てください。ちょっと来てください。あと13秒なんで、あと12秒映れますか。一人ですか。一人で来ました。あーすごい、ありがとうございます。あと8秒、あ、映っても大丈夫ですか。大丈夫です。手出してもらっていいですか。手、あー、手ちょっとさ、ちょっとね、若干緩めで、で、オートレートで撮るわ。ありがとうございます。手をめっちゃ手、いいか。またまた、テツトシチームから LINE が来ました。写真はこちら。これは、爪が塗られてますね。ネイルですかね。はい、3分停止してもらいます。ネイル、おい、3分スタート。そっか、ネイルかー、この男だったね。これはちょっと、女の手見すぎですよ。逆に、ね、好きあらばいいとこ褒める癖ついてるわ。ジェントルマンすぎる。俺だったらね、ん、手になっちゃうもんね。いや、予想外だな。こかしれになっちゃった。ゼロからいきましょうか。こかしねー、こかしねき、あ、こかしねき、こかしねき、こかしねき、何やそれ。こかしねきにまだ手出しねき。めっちゃこかすんだろうな、人を。あ、木がある、木がある。こかしねき、波平起こす。こかしねき、波平起こすの一本です。あんた、これはさすがにね。はい、見ました。脇だ、めっちゃ木。おっと、再び鉄とシチーム。そんなことありますかね。こちら、これは木ですね。よいしょ、なんと5対0。こんなことがありますか。何をやってんだかね、芝居チームは。木です。よっしゃ、一文字でいけ。こかしねきか。こかしねき来た。こかしねきだ。じゃあ波平いく。波平いこう。波平、なお探せ、なお。芝夢チームでーす。もう日が丘はね、もう絵がもう見飽きた。東岡崎来すぎてる。新しい思考を出して、うん、あっちの岡崎の方にも行きましょう。おー、あの岡崎駅、岡崎駅もあるんですね、JR の。もっとどんどん送るべきなのに、俺らめっちゃゴネゴネしてるぞ。文字数長いの送って、ちょっと休憩しないか。カトカト、カツキで行こう。川はいいの、川。じゃあもう地球ってことになっちゃうよ。だって一時節ダメなの。じゃあもう一回送ってみる。一回さ、どんな感じか送ってみる。ちょっと審査員のさ、困らせちゃうだけなんじゃないか。もしかして。ベンチ、お、ベンチ、これベンチでしょ。いや、ベンチか椅子かどっちかでしょ。りょうくんが電話来た。一回送ってみよう。もしもし、写真が来ないんですけど。今写真送ろうとしてたとこです。もう30分も経ってますよ。ちょっと車回すのと目的に着くので30分経ちました。めっちゃバカじゃないの。どんどん送りながら移動しないと。え、いいんだよ、いいの。あ、そう。送るから。あ、はい。じゃあこっから一文字が連打で来ることを祈ってます。頑張ってね。あ、でもバスやばい、バスやばい、やばい。バス、バスだ。バスの前にバスが通ってバスバスになった。それでいいかな。今送りました。ようやく来ました。芝有名チームからこちら、バスですね。バスってことは歯だね。よいしょ、ようやく一つ埋まりました。これで2分停止です。なるほどね、こういう感じね。あ、この場から動けないんだね。この場から動けないんだ。缶、缶ジュースの缶。びっくりした、麻雀の缶かと。いやー、こうやって。麻雀で缶が出るまでよくなった。おい、はい、OK。OK、OK。ジュース買って、行きます。缶移しましょうか。ごめんなさい、何飲みたい。チルアウトでしょ。チルアウト、リアルゴールド奢ってやるよ。なんで、なんで、なんで。これ出したらリアルゴールドだな。いや、だからこっちの成分表の方を送る。俺メインじゃねえ。缶メインにしろよ。芝夢チームから来ました。こちらは缶ですね。埋まってます。残念ながら埋まってます。俺、昔この辺住んでたよ。地図、地図、うわ、えぐい。え、缶埋まってる。じゃあ俺今地図送ったから。 OK。 すぐさま来ました。いや、チーズですね。チー。2分停止ってか思ったんだけどさ、外で撮ったからバスは OK じゃん。地図岡崎駅内で撮っちゃったからさ、出なきゃダメだから。一文字ちょっと探すか。一文字、す、し、へ、へ、へはうるせえね。は、誰かの歯取らしてもらった。やべえだろ。今終わった、今。あれは一施設じゃない。一施設にはなると思う。す、す、お
じゃあちょっと夢より、あ、じゃあ俺が買ってくるわ。うん、買ってきてくれました。はい、これはグミ。お、グミ、うん、地球グミじゃん。しかも地球グミって言われたらどうしよう。いやだからグミって来るって、さすがにリョークの場合は。芝夢だ、怒涛の追い上げを見せてます。こちらはグミですね。よいしょ、2分停止、5対3です。グミ2分ラジオ。ラジオネーム鹿の角さんから。鹿の角は性欲にいいって聞いてた。あ、そうなんですね。人を鍋で食べてて、知らない人たちと食べてて、あ、時間が過ぎてしまったので、また次の機会に。はい、ありがとうございました。薬局行きましょう。意外と医療に時間使っちゃうのかな。テスト紙が止まっております。成田、成田も、成田も、うわぁ、成田モータス行かれたらおしまいだよ。成田モータスって言うよな。なん、レベル高くね。なんの高いね。なん、あ、なん、インドカレーあるよ、この辺に。あったっけ。次のミも考えないとな。水とかさ、変な話。うわ、天才かよ。水提案したら岡崎だ、天才って言われます。自己肯定感上げたい方はぜひ。岡崎市はいい街ですよ。即持ち帰り行ってくるわ。即持ち帰り、即持ちですよ。行ってきます。うわー、イエーイ。あ、そう、写真だけすぐ撮らなきゃ。なん、なん、なんてこった。あー、何してんだこれ。この時間時過ぎてんだけど、すぐ来ると思って止まってんだよこっちは。よ、この間にも水の写真撮っちゃうんだからな。鉄都市から来ました。ないですね。よいしょ、2分停止です。あー、来た、おー、びっくりした。あの野郎、なん、2分スタート。はい、あー、もういないかな。この間に見つけてくれたら最高なんだけど。へそにき、はい、あと10秒。はい、来た。あー、こんなもん、もうすぐ送ります。水よ、哲也から来てました。こちらは水ですね。水来ました。はい、天才的に2分スタート。え、通るね。全然止まんないや。あ、へそにきじゃない。へそにき、あの、この辺で。何はナンバー、何はナンバーだ。こうやって適当に指差してさ、何を出したかったらめっちゃ面白い。めっちゃ面白いよ。すごく、え、薄っぺらすぎた。薄っぺら、そう。そうだね。レベルが低い。タイミング。もう今レベルめっちゃ低いぞ、俺たち、ね。へそへそへそ。へそじゃなくてもいいんだけどね。よっしゃー。じゃあ。ご苦労様です。あー、ありがとうございます。すいません、動画に映ることって可能ですか。あ、大丈夫です。あ、本当ですか。わー、嬉しい。へその写真を撮らせてもらえませんか。はい、大丈夫です。いいですか。はい、へそにき、へそにきです。へそにき。うわー、はず、チンチン出してるみたいな感じに近いな。じゃあ、これさ、テストチームから来ました。こちらの写真、これは誰ですかね。一回聞いてみましょう。え、誰ですか。誰。あー、そうだ、俺だと思ってる。へそにきです。へそにきですって言ったらもうへそって寄せようとしてるやん。野生のへそにきですって。あ、へそにきだとへそって言っちゃうやん。そうだよ、大変。同じ繰り返し。その辺の人ですって言って。じゃあいいでしょう。これはへそですね。へそだ。ありがとうございます。やった。誰ですかって質問なんか意外じゃない。確かにズルしちゃうと思ったじゃん。急に不正疑われたの。文句言おうぜ、文句。人がさ、誰かだったら変わるとかないもん。確かに。ニキニキ。あ、なんだね。もしニキ、もしニキ。いや、なんか急に、急に。もしニキって言ってる。じゃあ、今ね、あなたのことは電話即切りニキって言う。なんか文句あんのか、なんだ。なんで急に不正疑うんだよ。いや、顔わかんないから、誰ですかって一応聞いただけですよ。ちょっと心配出したって、心配ニキだわ。いや、待って。なんで急にニキブーム始まってんの。はい、頑張ってね。いや、行きますか。行きましょう、もう。はい。これで、いい逃したらマジでもったいないから。だって波へで、もう、ね、続く言葉ないからね、いい以外。薬局着いたんですけど、うん、まあ行く道中に、うん、ポールを取ったじゃないですか。ああ、うん。芝夢チームから、こちらの写真が送られてきました。これは、ラバーポールですね。でもこれラバーポールなんですよね、どう考えても。残念ながら、6分止まってもらいます。ラバーポール、6分停止。ラバー、あいつ知ってた。詳しい。
普通ポールって言わんかあれ。あいつ詳しいんだ。でかー。ありえない6分は。では薬局です。薬局来ました。いや結構ね6分しんどかったわ。長かったね。うん、行ってきます。行くと見せかけやっぱり絶対やると思ったもん俺絶対やると思った。何が。買ってきました。うん、のり。あ、のりやん。はい、ひふみきょんしーって言われるかな。しわゆめチームからこちらの写真のりですね。何ぬねの2分停止埋まりつつあんのかな。あの50音表どんぐらいなんだろう今。やばいよ、急がないと。やっぱこれ日が丘に戻った方がいいんじゃない。高専に戻った方がいいんじゃない。よし、行こう。さあ、福橋の駅波平まで来ました。来ました。あめっちゃ適当に写真送ってみる。例えばこれ難しい。これ送ったらなんて言うと思う。日常って言うんじゃない。試して送ってみない。鉄都市から写真が来ました。こちらこの写真はなんだろうな。歩道ですかね。歩道で行きましょう。歩道って来ました。小菓子ネキ波平歩小菓子ネキ波平歩も説を唱える。お、桃桃桃だと八百屋さんないかな。ベルンさんにさ、桃ないかな。清水のバイト先行ってみるか。そう、馬先に、俺の馬先にさ、桃あるかもしんない。ここまで来たらもうさ、仕方ないよね。文作るのに必死だからさ。そうね。こんにちは。桃ってあったりしますか。時期写真。そっか。夏見て、見てこれモカケーキある、モカケーキいや、行くか。もう仕方ないんじゃない。ちょっと、あと30分ないよ。モカケーキ行こうか。はい、一旦モカケーキ送っちゃうわ。そう、残り30分を切りました。鉄都市から写真が来ました。こちらこれはこれはモカケーキですね。オッケー。モカケーキはさすがにモカケーキでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今コカシネキ波平ホモまで来ました。コカシネキ波平ホモトリオでしょ。この3人だってことでしょ。あ、じゃあと吐血するかとします。いや、身内じゃね。身内だし意味ない吐血じゃん。トイレトイレださがにトイレあるだろ。トイレはトイレなんか籠田公園にあるぞ。男子トイレって言わせないようになるか。ここがトイレだなっていう写真を。はい、これでいきます。男子トイレって言われたらもう泣こう。鉄都市からこちらの写真トイレですね。3分間停止。公園のトイレですね。トイレだトイレだ。ナイス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 。3分よーい、スタート。はい、うんちするわ。うんちをする男がいます。あ、変な人かと思ったらうちのメンバーだった。え、トイレ同じゲームしてるよね。え、同じゲームしてるよね。なんかあっちも帰るみたいな。なんだ。見てみる。リーないか。リーないか。リー一枚いける。リバ。リバあるだろどっか。リバ配れ。リバ。リバ。リバ探すぞ。リバありそう。ありそう。ない。リバってさ出てる今。12時。え、あと6分なんだけど。6分なんだよ。紙リーワード。やばい。そこのリバやばい。これしかなかった。リポビタンで残り3分。鉄都市からこちらが来ました。まあ、リポビタンデーですね、これは。よいしょー。これで鉄都市最後ですね。3分なんで終了。リポビタンデーと来ました。来ました。ということで、はい、もうこれにて我々は終了。変わりまして岡崎市の電話通りの方にやってまいりました。はい、今回これはどこですか。あ、すごい建物ですね。あがたや精肉店さんの方にやってまいりました。早速お肉の方買ってまいります。すごく特服に曲がったがミスった。見てヘベレケがいる。ヘベレケこれなんかいけないか。あ、行っちゃった。ただいまこちら買ってきました。おいい肉。毎回顔いでんの何なんだろう。芝夢から写真が来ました。これは肉開いてます。2分休憩。あ、2分肉でした、はい、お前すき焼きやろうとしてるだろ。
え、いいじゃないですか。僕らプライベートで作ったんだから。すき焼きやろうとしてるだろう。剣道ですね。しないとか。麺、麺、麺。あ、麺。麺は麺でしょ、さすがに。麺だけって言ってないな。俺にくかったから、お前変えよ。なんだよ。次は。じゃんけん、じゃんけんしよっか。自腹の。最初のじゃんけんっぽい。すいません、麺だけってもか変えたりしますかね。できますか。じゃあちょっと1個麺もらってもいいですか。ちょっと金額はあの鹿革の仕様なので。わかりました。ここってカードって使えたりしますか。カードちょっと現金のみで。わかりました。あ、2文字のためだけに。貼ったよ。写真撮って。はい、芝夢から来ましたね。これは麺ですね。2分停止。2分スタート。歩くか。なんで買った。なんで買った。近くにパン屋さんあんのよ。パンは危険だよ。え、違う違う、だから本当にバターロールみたいな、なんか普通のパン。バターロールって言われたらどうすんだよ。あいつがパンって答えるわけないぞ。確かにな。確かに。ラバーポール現象起きるからな。バターロールとラバーポール似てるな。2、1、0。プシュ。トシミツいました。トシミツ何してんの。同じゲームしてるよ。同じゲームしてるのかという問いでした。こんにちは。あのこの中に歯の写真を撮らせてくれる人はいはいはいいませんか。はい、入口さん歯綺麗。あ、入口さん歯綺麗ですね。オッケー。よし。あ、これで。芝夢からこちらの写真が来ました。歯ですね。歯だよな。自分で埋めてるじゃん。バスを送ったもんね。あなたたちがバスを送ったため歯は埋まってますと。来た。ベンチ送っとくか。よし、ベンチ送っとく。はい、すかさず芝夢から帰ってきました。こちらベンチですかね。埋まってます。椅子だとしても埋まってます。埋まってるよ、ベンチも。がんじがらみになってる。とりあえず次どこ行く。もう歩いて探そう。前それが一番強いから。うん、花とか行く。うわー、これなんだっけ。花だもんな。椿かな。椿にしますか。椿。一枚さん、この3分で僕たち、はい、終わりです。え、本当に14時3分まででしょ。終わりです。帰りますか。はい。それでは結果発表です。せーの、じゃがじゃん。おお、わかんない。面白い。なんだこれ。面白いぞ。ちょっと数えましょうか。これだから数えるか。はい、金色。はい。いかひこしなぼなめほみもり。13号。はい、僕たち、はい、くちつにのはめら。お8テスト氏優勝。ちなみに白夢の最後の写真、あれ何、鼻の写真が来て、歯ではないなと思ったの。歯が埋まってて、ね、はい、あ、自分たちやってんだ。そう。え、はい、え、そう、え、入口さんの歯を送ったのね。それも来たので、そしたら歯が何て、あ、そこで濁点と濁点じゃないの分けないんだねっていう話になって、まあね、で、それから椿って来たから、あ、3分かって思って時間見たら2時だから、あ、3分終わりだねっつって、よし帰ろう。お前らだけ散歩しに行ってねだねじゃないんだよ。俺らいや、今日はね、僕たち岡崎駅の方まで行ったのよ。めっちゃ行ってるやん。寝代わりしようっつって。本当に何もなかった。あっちもないよな。こっち、ちなみにですけど、こだわりがありました。こだわりすぎちゃって13なんですよ。お、気づいてない。なるほど。とね、本当はもしかしたらね、もしにきも気づいてるかなって思ったんだけど。そう、もしにきちょっと気づくかなって思って。俺のこともしにきって呼んでるんだよ。もしにき送るだけじゃつまんないなってなって、文章作るか。こかしねき。ないよ。こかしねき。そんな言葉。こかしねき、なみへい、ほも、トリオまで行きたかったんですけど、もうリで終わっちゃって。こかしねき、なみへい、ほもとり。いや、思ったよりすっげーってならなかった。もっとなんか、
おーってなるかなとかね。難しいね、おい驚くことがね、僕10万円の買い物まで書くしたんです。そんなに取りたい文字があったってこと？これですね。面ですか？え、麺、まあ、僕がちょっと剣道ショップ行きたいなという。剣道ショップあったんですよ。許可取って行って。え、これ10万すんの？すごいね。そんなすんのこれ。じゃあもう2人で剣道やった方がいいんじゃない？24時間とかでね。ね、24時間で割れたら。いや、ちょっとね、いいトラウマ押し付けんな。何かしらに使えたらいいかなと。いや、剣道しか使えねえよ。剣道だけだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。